パチンコに人生のすべてをかけた男が三度立ち上がった。日々精進に精進を重ね腕に磨きをかけ続けるその男の名は名人佐伯茂。パチンコ、その奥義を悟るべく名人はパチンコの聖地へと向かう。そしてその聖地に座する謎の人物とは一体誰なのか。あなたたちがパチンコの殿堂に名を連ねたいと願ってるよ。私の送る資格に見事勝つことができたら考えたくもないと、勝負してみるか。資格たちに勝つことだけが唯一の道。それが伝道の掟。送り込まれる資格たちの名は賭け狙いの子一点、大原香織。こんにちは、大原香織です。皆さんの声に応えて大原やってまいりました。今日から皆さん徹夜になると思いますが頑張ってください。賭けマシーン、セインカミュ。どうも、セインカミュです。ここまでスムーズにクリアできましたか？ Did you have any problems getting here? English please. Aha. そして静かなるドン、ブラザートム。俺と戦うのか。うんこ。今まさに戦いの火蓋は切って落とされた。そして名人佐伯茂が降り立つこの地こそパチンコの殿堂なのである。私の名は名人佐伯茂だ。私のメンツにかけても今回の勝負そうやすやすと勝たせるわけにはいかんのだよ。君たちの実力はもう十分に分かっているつもりだ。勝てるもんなら勝ってみろ。さらにヒートアップ。今夜もドルマコ2001、覚悟して戦うがよい。ゲームクリアおめでとう。でもね、今回のゲームはここからが本番だから。いや、嫌だじゃなくて、まさにバーチャルリアリティ、出演者と正真正銘の勝負をしていただきます。そして名人佐伯茂の目の前で勝利を勝ち取ることがあなたに与えられた使命。それが今回のゲームの最終決戦です。自腹温泉パチンコ勝負で勝利を収めることができたあなたにハワイをプレゼントします。しかも名人の手から。It is the ultimate four-night plan which we have prepared for you. We will also provide you accommodations in a luxurious guest room in our concierge service Alii Tower. We will offer you a wonderful time. Enjoy your wonderful holiday under the bright sunshine and out at the Emerald Sea. Make your dream! と言いたいところですが、残念ながらこのゲーム内ではプレゼントいたしません。え、なんで？なんで？なんだよそれ。諦めずに最後までゲームをやり通してください。そう、それをやるけどさ、必ず答えが見つかります。で、やってみるか。よし、行こうかね。俺に勝てるかな。俺の実力をお前知ったか。
弾けねえよ。もうちょっとこのぐらいに。なんか無人君のチキレてくる。スーパーリーチ。Yeah, hit me, hit me. Ah, come on, baby.いい感じ。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。次会うときはたくさん英語で質問しますからきちんと勉強しておいてくださいね。それでは次温泉パチンコでお会いしましょう。今夜もドル箱2001。あお願い、また来たか。くん香り爆乳中。香り爆発中。秘密。そうだね、そうだね。はい、はい、じゃあスピードは OK。 以上です。以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。ずいぶん疲れたと思うんですけど、この後また私に会えることを、皆さんと私が会えることを楽しみにしております。お疲れ様でした。チラあれ何の音開いた。リーチが切ったぞー、リーチが切ったぞーい。へへ、俺に勝てると思うか。へへへ、すんごい長い時間かけてこれって作ってるんですけど、本当に無駄が多いんですよ。今酔っ払ってるからこんなに。あっきり言ってベロベロですからね。一回電車降りて入ったぐらいですから。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。皆様本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。いやー、今日もいい仕事したな。あ、温泉で会いましょうかね。待ってますよ。うち来てね、来て。あの、でも自腹で来るらしいですけどね。今に伝えし、昔馴染みのリアド。誰か分かんねえよ、本当によ。怖い。今、夜中の2時でございます。朝の8時に入りました。大変だよ。ねえ、こういう撮影は。あ、これ何か。あ、これ何かってこと。これ呪い、呪いの人形。うまくいかなかったら呪ってやろうと思ってね、用意したんだけどね、使い道なくてやめたんだ。これ10個もね、名人出ないね最近。顔だけはったり。寝よ。私は寝ろ。私の名はスーパー名人佐伯ネオ。
ここまで戦ってきたことは褒めてやる。しかし私は違う。この私に勝てたならば、君たちに素晴らしい世界を見せてあげよう。この私に勝てたならばな。申し訳ありません。そろそろあなたの出番のようね。はこのパチンコの電動の一度底力を見せてあげなさい。なかなかやるじゃないか。いよいよこの私が相手をしてやる。かかってきなさーい。まあ、やめてうざいバカ。今回の対戦者はパチンコの殿堂が誇る高一点大原香織。できねえんだよ。なんでこの野郎。対戦者はパチンコの殿堂切手の格変マシーンセインカミュ。私は何にもできません。エブリバーディー。あれ何の音。あいたあいた。君に勝てるか。パチンコの殿堂も恐れる静かなるドンブラザートム。この私が負けるわけにはいかんのだよ。私の名は名人佐伯茂。この世にパチンコがある限り私の名は永遠に不滅です。俺の名は
光明人佐伯の悪いが、ここからはこの俺と勝負をしてもらう。貴様の息の根を止めるのは俺だ。ちなみにこの前より喋れるようになったぞ。よくここまで戦ってきたな。エクセレント。褒めてやる。最終決戦にどうしても行けないあなたたち、もう一度バトルモードに出てごらんなさい。私の大盤振る舞いだよ。あれ、あら、おおおお、温泉マークが見えてきた。これ。運試しだって。じゃあ一人運試し。え、誰、俺やんの？はい。またどっちも辛くないですか？あ、そう、どっちも辛い。じゃあ杖を受け取って、じゃあ佐伯さん、のいつもの番組みたいに恒例じゃない運試し、一人運試し激辛大福勝負。一つは美味しい大福、一つは激辛大福。本当は両方辛い大福なんだよ。名人ドッキリ企画、おまけおまけ、サービスサービス。こっち。騙されてしまいました。もう一個は大丈夫だから甘いの食べた方がいいんじゃないですか。やだ、信用しない。